こっちの海底トンネル通ってダットの空まで行ってみますか。一応入る前にセーブだけしときましょうね。海底トンネル、宝箱、こっち側は全然拾ってないですからね。左の方にも見える獰猛な魚とか日高昆布が出てきた。水の中の敵はだいたい火が通りにくいですからね。渡り鳥とか火以外の属性攻撃が頼りになるでしょうけど、ランドクラスターとか使えばいいのかな。敵はでもそこまで強くないのかな。こっち側がもう完全に先手を取れてるみたいですね。全体技をもうどんどん使っていけばいっぱい出てこようが楽に処理はできそう。クリオネ可愛いな、クリオネ。まあでも可愛い顔に見合わず凶悪な技とか使ってくるかもしれんから油断はできませんけどね。ランドクラスターは効きにくいから、さっくりやれますね。なんかすごい悪いことをした感じになってしまう。人畜無害なクリオネを。ポーションとかなんかいい装備品とかが宝箱から取れればいいんですけど、甘さん、甘さん敵なのかな。別になんか悪いことをしてるわけじゃないんですけど、こっちはとりあえずなんか敵を出しているらしいので倒しておきました。素潜りで貝とか取ってたんですかね。タブレットアルファ、タブレットほんと便利ですからね。お店で買うこともできますけど、宝箱上の方にあるな。歩き回るとほんとエンカウントをいっぱいしちゃいますから、なるべく無駄に歩かないように宝箱を拾って回りたいんですけどね。なかなかそういうわけにもいかないから。かわいそうになってくるよな。何もしていないクリオネを潰していくっていう。だからこの中はスチールブレス装備品、状態異常にかかりにくい。フロイト以外に持たせることはできないか。カトラスがありますからね、まあ、お店で売ってお金に換えるのがいいんでしょうけど。この敵は魔法の方がダメージ通りやすかったりするのかな。どっちも変わらないか。まあいいや。あとはこっち側に進んでいけばいいはず。日高昆布、昆布は斬撃で簡単に処理できましたよね。ズバッと簡単にもう100ダメージ超えるようになってきてますよね。宝はホーリーフレア1、ホーリーフレア、フロイト2とか3ぐらいの威力の魔法が欲しいですけどね。敵も結構強くなってきてますので。ディスチャージ1、ディスチャージは雷属性ですよね。全体か、見る。水の中だったらこういう雷属性の魔法とかよく効きそうな感じがしますよね。早速使ってみますか。その前にもでも一掃できそうな気がする。魚と昆布はね簡単に倒せますし、ディスチャージ使わないまま終わっちゃったじゃん。いいけども、本当あの数歩しか歩いてないのにエンカウントするの勘弁してほしいな。はい、ディスチャージ今度こそ使えるかな。しーちゃんちょっと相手防御、電撃は本当通りますね。これがディスチャージ2とか3だったらもっとすごいダメージ出そうですけど、
キュアライト3大回復。こっち側は宝、バトラースフィア M、 バトラースフィア、スキルスフィアも溜まってますけど、敵がいっぱい出ますからね。バトラーはフロイトにも使っておこうかな。物理で戦うこと多いですからね。うちはこっち？わかんねえ。宝箱拾いながら進みたいですからね。ディスチャージ本当使えますね、ここでは。だからこっちがあるか。ライフスフィア L。HP を伸ばしたいのは、C ちゃんかな。200まだ届いてませんし。みんなどんどん強くなってほしいですね。で、右上に行けばいいんだ。こっち？よしよし。昆布狩りがはかどりますね。戒めの枷。戒めは、生属性ですね。ビルのセイントハークとかでダメージ出しやすくなるか。この先は宝がありますか。スキルメイト S。SP をいっぱい使うからな。一個でも多く持っときたい。左の方に宝箱見えたな。獰猛な魚も渡り鳥で簡単に処理できたよな。普通に100ダメージ超えるようになってますからね。左下に行くには回り込んでいかないとダメなのかな。スイスイブーツ、水中をスイスイ移動できる。スイスイアジリティアップ素早くなる。上昇量は大きいですけどね。でもいいかな。状態異常を防ぐとか火力上げるとかそういうのの方が個人的に欲しいもんな。もうちょっと歩き回ってそういう装備品を見つけて回りたい。防御しててダメージ通りにくい時もあるか。バイバイ。から回り込んで宝のところまで行けそうですね。クリオネ、ごめんね何にもしてないのに。で、宝はチンシャアロエリーナ。アロエリーナ今手元に14個か。状態異常直すの、ね、すごくお世話になりますんで、いっぱい持っときたいね。これで終わりか。スフィアがまたいっぱい溜まってきますね。にしてもトンネル長いね。前通ったところもそうでしたけど。ソウルインボトル、蘇生アイテムと水中メガネ。水中メガネは水耐性が1段階アップ。特にでも今つけないと困るってほどでもないか。ダイブマスター、こいつらも多分電撃が一曲通りますね。バイバイ。ディスチャージ、他の味方にも覚えさせておきたいですけどね。こっちはポーション M。 クリオネごめんな。これも生きるためなんだ。別にこっちを通ればそろそろ抜けられるんじゃないかなと思うんですけどいっぱい出てくるねここ。SP がそろそろ危ないかな。
まだ大丈夫かな。1000ゴールド。こっちに抜ければトロコ乗れる。で、ここからダットン空方面に行けるんですね。北に行けば平原に出られるんでしたっけ。まだそっちはもう行ったことあるということで、ダットの空方面行きましょう。で、まだ続くんですね。これ結構長い道のりになりそうだな。いいけども、だから拾いたい。こっち側も出てくる敵は同じなんですかね。まあ、処理が分かっていればそんなに怖くはないですけども、さすがに途中で回復しときたい。まあ、それはそれとして、この中は2000、3万6000ゴールドぐらい今手元にあるか。また昆布が取れた。下に進めますけど宝箱が見える。拾いたい。曲がったスプーンは持ってなかったっけ。ウィルもシーちゃんも装備してるから余っちゃってる。やっぱり先にここ通って装備品回収しておくべきだったのかもしれませんね。今はいいかなって前来た時はスルーしちゃいましたけど、あの時点で通っていれば強い装備品持った状態で128方針タイタンとかと戦えたかもしれないですね。ちょっともったいない。グランスピリット、まあ、こういうのが拾えるんであればね、通る意味はありますけどね。にしても出過ぎだね。バイバイ。海底トンネルで何匹のクリオネを死なせてしまったやろ。宝箱拾いたいな。こっちにもある。ミックススフィア S が3個。ミックススフィアは HPSP が2ずつ上がるか。こう使っておこうかな。あとは人数分あるやつをここで消費しまして、いっぱい出てきたな。みんなでも電撃が通るんであれば楽に片付くんじゃないか。クリオネは渡り鳥でもサクッと倒せますしね。お金が本当いっぱい稼げますね。戦力不足だって感じたらここにこもってひたすら敵を倒すっていうのもありかもしれませんね。もっといっぱいスフィアとか集めたい時もあるでしょうし、一戦でこれだけねスキルポイント経験値が入るわけですから、稼ぎの場としては美味しいのかも。レベル34、タブレットガンマ、結構上質な回復アイテムいっぱい拾えるようになってきてますね。まだダットの空つかないんだね。ここはこの先海底神殿、地震の影響で神殿が一部損壊したんだ。今は瓦礫の撤去を行っているからまた後で来てくれ。海底神殿にはまだ入れないんですね。残念。アマさんはマインドスフィアを落としてくれるか。バトラースフィアです。バトラースフィアは力とかが上がりますからね。こうやっときますか。左に宝箱、拾い損ねを見ると回収しに行きたくなる。メイジスピアです。わざわざ取り戻って正解でしたね。なかなかいいものやった。こう使っとこう。魚は切り刻む。
うん、位置上がり。ライフスフィアとかいっぱい落としてくれるとありがたいっすね。限界まで HP は伸ばしていきたい。ここから南に行けばダットン空か。ここは前も通ったことある場所ですよね。ようやくラバソさんのところまで行けますけど、さすがにここの敵はランクの低い敵だからあっさり終わるか。ダットの空、完全にダバソさんいなくなっちゃう前に会えればいいんですけどね。追っかけていったツニレちゃんのことも気になりますし、なんか変わった話を聞かせてくれる人は、小さい女の子ならこの階段を降りていったツニレちゃんのことですね。死に対する恐怖だけはどうすることもできない。ギコラルドさんは何か思うところはないんですか。ちょっと話だけ、ああすまないな、何か用か。いやいいや、もうちょっと、うん、知り合いに用があって、ダバソというものの還元式が始まる。見送りに来たんなら急いだ方がいい。まだ間に合う。ダバソさん、ちょっと鍵作ってほしいんですけど、すいません、こんな時に試練受けたいんで。あ、ツニレちゃん、まあ、買ったもんな、者たちはここで待ってるもんな。おじいちゃんに会いに行く。ツニレちゃん止める権利はないもんな。俺も小さい時母親に死なれて泣いたっけな。ツニレを見てたら思い出してる。あ、お別れが。おじいちゃん、じいちゃんもおじいちゃんでこのタイミングで会っちゃうとすごい戸惑うでしょうね。追いかけてきたのか。おじいちゃんお願いだから死なないで、いなくなったら一人ぼっちになっちゃうよ。お母さんとかいるだろう。おじいちゃんがいなくなったら私どうしていいか分かんない。一緒に帰ろうよ。とは言うけどね、気持ちも分かるけど仕方のないことなんだ。命ある者の宿命、誰も抗えないんだよ。どうしてだったらどうしておじいちゃんじゃなきゃダメなの。もともとはそうね、村の宿屋のおかみさんにシグナル出てたんですけどね、それが消えてダバソさんに出ちゃったっていう話で、どうして他の人じゃダメなの。おかみさんが死んだらおかみさんが死んだで、旦那さんとかも悲しむでしょうしね。おじいちゃんの命の役目が終わったからだよ。こうなのはおじいちゃんだけじゃないんだ。ツニレの母さんや村のみんなだっていずれはこうして帰らなければならない。おじいちゃんも十分生きたんだ。ツニレとの思い出もいっぱいできた。思い残すことはないんだ。おじいちゃんそれでいいかもしれないけどさ、私はどうすればいいの。一人ぼっちは嫌だよ。ちっちゃい子にとってはな、やっぱり受け入れがたいでしょうけど。ツニレ、お前一人なんかじゃない。母さんや村のみんな、友達だっているじゃないか。仲直りしたがってる子もいたぞ。あんなやつは友達なんかじゃない。みんな私のことが嫌いなんだ。ツニレ、それは違うぞ。みんながお前を嫌ってるんじゃない。お前がみんなを遠ざけているんだ。うん、まあツンツンしてましたもんね。本当はみんなと仲良くしたいんだろう。みんなは羨ましかったんだろう。だったらもっと素直にならなきゃダメだ。おじいちゃんも本当いい人だよな。最後の最後にちゃんと伝えて。どうしていいか分かんないんだもん。私はどうしたらいいの。簡単なことだ。みんなを認める努力をすればいいんだ。みんなのいいところをいっぱい見つけて、それを精一杯認める努力をすればいいんだよ。みんなを認めればみんなもお前を認めてくれる。みんなお前を好きになる。おじいちゃん、本当はおじいちゃん死にたくないんだよ。だろうな。もっともっとツニレと一緒にいたいんだ。それでもおじいちゃん行かなければならないんだ。すごく怖いし寂しいよ。だからツニレ、おじいちゃんを励ましてくれないか。ツニレのそんな顔見たくないんだ。おじいちゃんを笑って見送ってほしいんだよ。辛いよな。
きじゃん私。どこまでできるかわからない。おじいちゃんの言ったことどこまでできるかわからないけど、だけど頑張ってみる。すごく寂しいけど私頑張るよ。頑張って応援してる人もいるはずだからな。お前は本当に優しい子だよ。おじいちゃんは本当に幸せだった。ありがとう。最後にこうやってちゃんと話ができてよかったな。じいちゃん、私もだよ。じいちゃんがいてくれたから、私。つみれ、誰からも愛される子になるんだよ。ラバソさんは帰っていったんですね。心配かけてごめんなさい。おじいちゃんとお別れできたの？うん、そう、よかったね。お母さん、私大丈夫だから。じいちゃんと約束したの。心配しないで。うん、強く生きていってほしいな、この子は。ねえ、あなたの持ってるのって聖女の推薦書じゃない？あなたたち追憶の鍵欲しいの？まあそうなんだけどね。そんなところかな。でももう鍵を作れる人は。私がいるよ。私が追憶の鍵を作ってあげる。仕事はバッチリ覚えたんだから。ちっちゃいのにしっかりしてる。大丈夫？ちゃんと作れるの？私を舐めてもらっちゃ困るな。あなたっておじいちゃんの孫娘なんだから。お客さん第一号。別に構わないでしょ。フロイト、任せて大丈夫なのかな。ここは信じてあげようぜ。問題ない。僕は心配なんだけどな。本人の目の前で言ってやるね。何を失礼しちゃうわね。いいわよ。見てなさい、見返してあげるから。きっと強がっているんでしょう。気丈な子ですから。確かにそうかもしれないけど、心配する必要はないと思うな。おじいちゃんの思いはちゃんとツンデレちゃんに伝わってるよ。おじいちゃんの命の痕跡が残っている。そんな気がする。人の意志はこんな風に受け継がれていくのかもしれないね。ツンデレはきっと自分の自らの道を進んでいけるでしょう。頑張ってるね、ツンデレちゃん。おじいちゃんの机に向かって。おじいちゃん見てて。なんだかんだやっぱツネリちゃんもすごくいい子だよな。君のおかげで彼らは無事に鍵を手に入れることができそうだ。ありがとう、シモンね。レニアは及びません。定められたレールに従ったに過ぎませんから。そうだったね。ニラハルトさんとかもこのモララーっぽいのにはね、逆らえなさそうな感じが見えてますけど、受け入れてくれるのでしょうか、自らの宿命を。わからない。彼は確実に運命を超越した存在になりつつある。拒まれる可能性は十分あるよ。生死のサイクルさえも狂わせてしまったんだからね。ストッパーシグナルが消えたとかそういう話のことでしょうけどね。侮れない存在になったもんだ。そこまで分かっていながらあなたは彼の気持ちを尊重するというのですね。わかりました。最後まであなたに従います。それが私の罪滅ぼしですから。このウィルの物語始めた直後もね、なんかモノローグ的なので罪滅ぼしがどうこうって出てましたけど、鍵できた。心配いらなかったでしょう。追憶の鍵ちゃんと作ってくれた。おじいちゃんも喜んでるよきっと。一応説明しておくね。これも私の仕事だから。追憶の鍵はベーシックタウンにある追憶の塔の扉を開くためのもの。でも今の状態じゃ扉の、開くことができない。鍵を完全な状態にしないとね。完全な状態にするためには追憶の試練を受けて3つのキーストラップを手に入れる必要があるんだ。追憶の試練聞いたことがありますね。
図書館にもなんかその場所とかは、ね、調べられましたけど。そうそう、大事なことを忘れてた。試練で見聞きしたことは絶対人に口にしちゃダメだよ。言った人も聞いた人も塔に入る資格を永久に剥奪されちゃうんだ。これがまた厄介で、試練を受けた人同士にもルールが適用されちゃうんだよね。本当何にも喋れない。試練で見聞きしたことは各自心の中にしまっておけってことね。談笑なんかしちゃったら即アウトだから気をつけて。誰も見てないからって喋っちゃうとな。いきなりね、話は聞かせてもらったみたいな気囃子が出てくるのかな。せいぜい頑張ったよね。だそうで、せっかくだからその追憶の試練ってやつに挑戦してみない？鍵だけ持ってたって仕方ないし。まあね、どうするかフロイトに任せるよ。とは言うけども、追憶の試練を全てクリアした人はまだ誰もいないんだ。あなたたちならどうにかできそうな気がする。あなたたちは私のお客さん第一号なんだから、せいぜい頑張ってよね。任しとき。この物語の主人公だぜ。ツネちゃんはもう大丈夫、強く生きていけるよ。鍵を手に入れたのですか？でしたらバナナカトの森にある孤児院に行ってみるといいですよ。孤児院の台所に試練の入り口ありましたもんね。じいちゃんの仕事をしっかり覚えて。ツネちゃんはもう、大丈夫。またあり関所を抜けてソラネイオシティ方面にも行ける。前は関所をね、通してもらえませんでしたけど、先にまあ孤児院の試練受けに行った方がいいかもしれないな。つねちゃんも悲しい時には泣くんでち、何も変わらなかったでち、お外に出てきたら一緒に遊ぼうと思うでち、つねちゃんのこと何にも知らなかった、それなのに勝手に嫌いになって、モナもパパンやママンが死んだらきっと悲しくて泣くでち、ちゃんと仲良くできるといいな、つねちゃんも。っていうわけで、じゃあまずは孤児院の試練を受けに行ってみましょうかね。ベーシックタウンから歩いていくのが早いのかな。なのでちょっとワープドア使いましょう。町から南に進んで森を抜ければ孤児院まで行けるんでしたよね。ちょっとひとっ走りしましょうか。